ホテルマンから畜産業に転身し、岩手に新しい風を吹き込んでいる男性がいます。ユニークな牛肉の開発や環境問題に取り組む一人の実業家をご紹介します。グッドラックストーリー。雫石町で畜産業を営む十次郎の代表取締役中屋敷俊明さんは、高校を卒業後、盛岡市内のホテルに7年間勤務。25歳の時、父親と一緒に運送業を立ち上げ、翌年には和牛繁殖牛1頭で畜産経営に乗り出しました。なんでこう畜産業にたどり着いたんですか？お米とか野菜だと、こうその収穫した時だけの収入じゃないですか。例えば和牛繁殖だと、毎月もし頭数増やして1頭ずつ売れるのであれば、毎月収入あるので、あ、それかなっていう、もう単純な考えですね、もう、はい。今では繁殖牛も150頭に増え、畜産業のほかに農業資材の運送やパンの製造販売、カフェも営業するなど、ユニークで幅広い経営を行っていますが、中でも注目されているのが、ジャージー牛と黒毛和牛を交配させたジャークロ牛の開発です。どうしても体が小さいので、お肉の量が取れないんですよ。そもそも肉用種じゃないので、お肉はつかないのが普通なんですけど、ちょっとでも肉量を増やすために黒毛かけたらいいんじゃないかみたいな考えですね。現在は短角牛と黒毛和牛を交配させた短黒牛の生産にも取り組んでいる中屋敷さん。夢は肉牛の一貫生産を行い、安くて美味しいお肉を提供することです。餌にもこだわれば、その餌から出た堆肥を牧草地に戻せば、そこで出た牧草をまた牛が食べるわけであってっていう、その循環ですよね。それっていうのを確立できないと、50年100年後の畜産はないんじゃないかなっていうのを考えてます。新たな経営感覚と視点で、岩手と日本の畜産業を変えていきます。豊かな畜産を次の世代へ。グッドラック。お客様により良い時間を過ごしていただけるよう努力をします。挑戦していきます。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。